願いします。今度ですね、3月の14日に、オンラインライブ修練コロナ禍を吹っ飛ばせというタイトルで、講習会をやりたいと思います。でもその講習会はですね、皆さんと共に修練をやっていくような内容になります。ですから基本でみんなと一緒にやりながら、そして法華をやりながらですね、楽しくやっていきたいなと、ね、で当然道場で参加していただく人たちもいるかと思いますし、あるいは自宅で個人でという場合もあろうかと思います。そういう方もどんどんですね、参加してください。で自宅の場合でもですね、一人の場合でもですね、もちろん一人でできること、でこちらでですね、相対でこういうふうな技をやってみてくださいという場面もあろうかと思うんですけど、でもそれは一人でイメージをしながら、相手をイメージ想定しながら自分で稽古すること、こういうことも可能だと思いますので、ぜひたくさんの人に受講してもらいたいと思います。みんなで体を動かしていく、ね、そしてみんなで汗を流していく、そういうことで、オンラインライブ修練ということをあえてつけました。そして、気合を入れるために、このコロナ禍でですね、暗くなるんじゃなくて、コロナ禍を吹っ飛ばして明るくなっていこうという、そういうような気持ちも込めての修練の会ですので、ぜひ皆さんこちらの方、受講の指定ください。もう一度言います。3月の14日日曜日、時間は今の予定はだいたい1時からの予定です。で1時から2時間ぐらいを考えております。もちろん間は合間にですね、休憩も取ってやっていきたいと思いますので、皆さん楽しくやっていきましょう。それと、もう一つ資格の方はですね、こちらの方、見習い休憩士の人にも入っていただいて構いません。内容はみんなができるような内容にしていきたいんですけど、時にはですね、有段者を対象にしたような内容もあるとは思うんですが、その時には皆さん分からなくても体を動かしてみることも大事なことだと思いますので、いずれその技を習っていくことと思いますので、ぜひたくさんの人がこの修練の会に入っていただきたいと思いますので、ぜひ皆さん周りに声をかけていただいてよろしくお願いします。以上です。よろしくお願いします。